ヤッホーテフテフイカテフです。どうも皆さんこんにちは。ご覧の通り今回は東海に来てます。ビルがたくさんですね。ここは福岡の首都博多なんですけど、今はキャナルシティに向かってます。キャナルシティというのは大きいショッピングセンターみたいなやつで、言うならば国際版イオンみたいなもんですかね。でコロナ前はね、外国人のお客さんとかわんさかいたんですけどみたいな感じのところです。というか聞いてほしいんですけど、この間ね、私が普通にバイクでね走ってたの、その辺。そしたら私をある1台のバイクが抜かしてったんだけど、そいつがね、なんとノーヘルだったの。ファッと思って、いや普通にね、普通に公道の道をノーヘルでもう突っ走ってるバイクがいたから、いやと思って。私はね、その人ヘルメットかぶるのを忘れてるんだと思って。ほら、たまにあるじゃん、バイク乗ろうとしてヘルメットなくて、ああやべやべってなること。でそのパターンの忘れちゃったパターンだと思って、赤信号でね止まった時に、ね、そいつの隣に行って、ヘルメット忘れてますよって教えてあげたの。そしたらなんか、いやこういうバイクなんだよって言われてどっか行っちゃって、えって思ったけど、なんかね、後からね調べたんだけど、その人ね青ナンバーつけてたんだけど、それはねミニカーって扱いなんだって。そういえば三輪だったしねと思って。でそういうのはもうバイクじゃなくて普通自動車扱いなんだって。はぁ、なるほどね、初耳だなと思って、世の中にはいろんなことがまだまだあるんだなと思いました。まあそんな今夜行ってるうちにキャナルシティに着きましたけども、なんかね、キャナルシティはね、何年か前からね、なんかエヴァンゲリオン推しがすごいんだよね。こんななんか大きい初号機がいたりさ、なんかストアがあったりさ。まあね、そんなのはね今回どうでもよくて、今回はですねこちらですよ。こちらガシャポンのデパートというところに来ました。これねもうほんとすごいよ。もう一生ガシャポンだから。なんかね2200台あるんだって、ガシャポンが。もうすごいよね、ありすぎてさ、もうほぼ迷路みたいな。私1時間ぐらいかけてもう1時間ぐらいかけても見つきらなかった。見れませんでしたもんね、もうすべてを。でもほら、もうこんな意味わかんないのもありますから、もうこんなのまだまだ序章ですからね。まあでもね、今回私がね回していこうと思ったのは、もうものすっごい可愛いのをね見つけちゃったからなんです。こちら32分の1ヤマハ B のコレクション。かあ、かわいない？めっちゃかわいない？このカラバリとか、この水色のやつとかさ、ゆるキャンのりんちゃんがやってるやつみたいだよね。さあやっていきましょう。はい、出ましたのはオレンジです。オレンジか、水色欲しかったけどね、まあいいです、オレンジも好きなんで。まあむっちゃかわいいからいいです。ちっちゃいバイクいいね、やっぱ。でもう一個すんごいかわいいの見つけちゃって、元コンポコレクションですよ。元コンポコレクションかわいない？これ、なんかさ、元コンポっていうさ、なんか折りたためるバイクみたいになるらしいんだよ。でなんか原付きでバイクとかに箱入れて、折りたたんで入れて、車とかに乗せてアウトドアしちゃうみたいなバイクあるらしくて、これすっごいかわいいよね。私見たこと、本とかでしか見たことないんだけどさ、これもうすっごいいいなって思ってる。原付き好きランキングやったらもう3位には食い込んでくるぐらいかわいいバイクですよ、これ。でね、出ました色は黒でした。でなんかね、これ実際の折りたためるのを忠実に再現してるらしくて、すっごい部品がいっぱいあって、なんかハンドルとか座席とか外せて、でそういうことをさ、自分が私が組み立てないといけないじゃん。もうものすごく難しかったです、組み立てるのが。もうものすごく難しくて、すごく時間かかりました。はい、まあそんな感じで組み立てれました。かわいいね、かわいいね。 B のと元コンポ並べたらかわいい。いや、バイクのガシャポンかわいい。ほらね、月面着陸とかしちゃってね、もう変わったらあれないよね。いやなんかね、すごいのがほら見て、ガシャハッシュタグガシャ撮とかいう、なんか写真撮れるコーナーがあってさ、こんな感じでね、シチュエーション写真とかが撮れてすごい楽しかったです。おすすめです。なんか私以外の人はね、推しと推しをガチャガチャで撮ったやつを並べて写真撮ったりして、すんごい楽しそうでした。まあ、ガシャガシャの森ぜひ来てみてください。で最後はね、サーティワンを食べて締めましょう。私はね、キャナル来たらね絶対サーティワンを食べて帰るというルーティンがあるんですね。ちゃんと初号機くんにも見せてあげました。